送る危ないトーク企画龍座の部屋パート7です。今お目覚め、すごい、すごい、どうぞどうぞ、こんにちは、いらっしゃいませ。あら初見さん、あら初見さん、あ、これマイクスイッチ入れてください。これ、はい、あの、何でも話を聞いてくれる屋さんがあると聞いてきたんですけど。何、そこはここだ。あ、ここですか。ありがとうございます。じゃあ話聞いてもらおう。はいはい、もう全然話聞いてくれないね。はい、じゃあちょっと、まあ、何でも言ってくださいよ。僕は何でも解決できるんで。本当ですか。いや、言ってくださいよ。どうぞ。すごい悩みがあって、はい、ドラクエのことなんですけど。はい、どうしました。私、魔法使いメインでやってて、はい、今、攻撃魔力をすごい上げようと頑張ってるんですよ。はい、今、767とかなんですけど。なるほど。ちょっと、これ以上はどうやってあげようかなって、今800とかね、言う人も出てきてて、どうやってあげようかなって思ってるんですよね。まあ、そもそもその攻撃魔力っていうのはどうやったら上がるんですか。私何でも話を聞いてくれる屋さんに来たんですけど。じゃあまずは確認、確認。まずは確認。あのですね、アクセサリーとかね、うん、装備とかをね、うん、つけてね、あげてくんですよ。うん、正解。正解だよ、正解。あの、何でも話を聞いてくれる屋さんに来たんですけど。いや、正解だよ。だから理論値でしょ、理論値。結局。理論値がね、出ないの。一生懸命通ってるんですけど、出ないの。はい、あのね、魔王のネックレスもさっき話してましたけど、何回やっても MP2 なの。甘いのよ、結局。甘いの。本当にこれって、なぜそれが出ないかって言ったら、そのリングへの対する思いとか、もうそのリングが できるじゃん。で、そのリングとかって結局さ、何からできるのって言ったら鉄とかからできるわけでしょ。で、その鉄の中にある細胞に、もう細胞レベルの話なの、これって。わかります。おだから、もうただ単にやってるだけじゃ全然伝わらないですよ。あの、この人ね、聞いてください。本当に、あの、さっきもなんかいきなり、俺大学の時身長171だったんですよとか言われて、はぁ、みたいに、うん、で、じゃあ今は何センチなのって言ったら179ですって言って、はぁ、って言ったら、うん、俺なんか毎日寝る前に細胞に話しかけて、細胞レベルで身長伸びろ伸びろって言ったら伸びたんですよ。そうなんですよ、とか言われて、あのね、はぁ、3年間ぐらいで8センチ伸びました。本当よ、これ。おかしいですよね。もう寝る前に、マジ俺でかくなれ、もうでかくなれ、でかくなれと細胞に言ってたんですよ。そ、身長超でかくなったの。あ、だからもう皆さん全然遅くないですから、背伸ばしたい方。だからこれも理論値と一緒よ、結局。で、理論値も 毎晩細胞レベルで、うん、そう話しかけて。自分、これは自分に言ったらダメよ、うん、そのものに対しての、うん、あれよ。ものに言うんですか。そう、ものだって生きてるから、この世で生きてないものなんてないんだよ。ですよ、ね、細胞、ものは細胞あるんですか。だってこのね、ほいみちゃんだって、はい、私のね、ペットなんです、ね、細胞の塊ですから。はあ、ね、何言ってんだろう。ちょっと、おめおめ、ぐだってきたからよ、こっちからも質問で。お、すげえな、そういう展開初だぜ。あれから言う、うん、あれで、うん、お前いつもどうやって米稼いでんだ。米か、あれにも教える。ちょっと、普通に配信してるだけだよ。特に工夫してねえよ。お前本当は何か考えてんだろ。それだったら俺天才だよ。でもお前天才って聞くぞ。いや、勘弁してくれよ、本当に俺頑張ってんだよ。あ、お前も一応頑張ってんだな。そうなんだよ、メモ頑張ってんのか。頑張ってんだよ。頑張ってんのか。すげえな、なんかいい龍座の部屋だな。うん、おう、まあな、お前が天才だからじゃねえの、それは。それ言っちゃう。みんな薄々感じてきた。ごめんなさい、嘘です。いやいや、あんま
まり嘘の話だ。うちのペットはちょっとね、ちょっと調子に乗るとこういうこと言っちゃうんで、ね、トラボルタ。え、トラボルタ。トラボルタって何？これ名前です。あ、違います、ゲスミンです。アンキモさんが大好きって言ってくれてるゲスミンですよ。トラボルタかと思った。トラボルタ、だいたい僕見た感じでその物の名前とか分かるんですよ。当てますよ。じゃあなんか物の名前あ、じゃあこれの名前何ですか？これフィリップ。これフィリップです。フィリップ。だからこれも細胞レベルの話よ。あ、これも細胞があるってことか。そう、でもすぐに通じ合っちゃうのあー、そうですか。うん、だからこういうのもその生きてく上での参考にしてほしい。うん、じゃあ私も、うん、今日から、うん、インしたら毎日リングに話しかけますね。そうなんです。あ、よ、まあでもいい話し合いになったね、これね。いい部屋になったよ。あ、やっと来てくれました。はい、やっと来てくれた。おかしいな。やっと来てくれた、カンペ屋さん。来ちゃった、はい、来ちゃった。それじゃあね、お邪魔しました。はい、ということで、初めやりせんでした。リュウザの部屋、パート、次は8だよ。ありがとうございました。